皆さんこんにちは。アダックスセールスアソシエイツの横山です。余罪管理大学へようこそ。本日のテーマは、頭が悪いと思われるヒアリングの仕方5つのパターンです。お客様に対してこういうヒアリングをする営業がいるんだけど、頭が悪いだろうという話をします。今回の動画はとても貴重な内容になっています。この動画は最後まで絶対見た方がいいと思います。営業の人だけでなく、例えば上司が部下に対して何らかのヒアリングをする場合、奥様や旦那様に対して何か質問するとき、お子さんに何か聞くときもそうです。とても役に立ちます。多くの人は勘違いしてるんですよね。自分は結構ヒアリングできているって。しかし思うほどできていないものなんですよ。ヒアリングって簡単そうに見えて意外と簡単ではないっていうことなんですね。今回は多くの人がやってしまっている頭が悪いと思われるヒアリング5つのパターンをご紹介します。そしてそれだけではこれだとダメだよねって言って終わってしまいます。そんな動画になってしまいますので、もちろんじゃあどうすればいいんだっていうこともそれぞれのパターンごとに解説していきます。そんな方法があったんだ、知らなかったというヒアリングの方法も含まれています。こうすることで営業成績が上がる。もちろんこの YouTube チャンネルは余罪管理大学です。目標の2倍の余罪をあらかじめ仕込んでおいて、目標を絶対達成させる営業マネジメント手法、余罪管理の YouTube チャンネルです。余罪を目標の2倍まで増やすためには、お客様からの情報収集能力っていうのがとても重要なんです。情報収集するためにはやっぱりヒアリング、この能力ってとても大事ですよね。ですからこのヒアリング能力をしっかり身につけて、ぜひ皆さんの営業成績目標絶対達成に役立てていただきたいと思いますし、もちろん部下をやる気にさせたりとかね、部下とか組織がどのような問題を抱えているか、そういったものを発見するための、そういった質問テクニックも使えますので、ぜひ最後までお付き合いください。それでは行きましょう。まず頭が悪いと思われるヒアリングのパターン5つについてです。1つずつ解説していきます。まず1つ目、いきなりヒアリングです。いきなりヒアリング、例えば私が自動車販売の営業パーソンだとしますね。お車がたくさんこうディーラーでね展示されてると、でカタログいっぱいありますとしますよね。でお客様が来店されました。で私がご予算いくらですかって聞いたらおかしいですよね。これはちょっと極端な例なんですけど、でも相手と全然関係も構築していない、そういう場合は場の空気を良くするために当然雑談をしてみたりとか、そういうことってとても大事じゃないですか。それをねしない営業っていっぱいいるんですよね。まず場を和ませるというか、お客様の緊張感を取らないといけないです。こちらが質問して相手が返す、これって質問する側としてはねあまり考えないかもしれないんですけど、相手はねちょっと緊張することなんですよ。だってこちらね売る行為ですよね。ですから売られるっていうことになるので、その質問に答えるっていうことはあなたの都合のいいようななんかね商品を売ろうとしてるわけでしょっていうふうに、まあお客さんは思っちゃうわけですよ。これが上司と部下の関係でもそうです。ですから部下を呼んでちょっと質問があるんだけどいいかなって、最近残業多いよねこれ何があんのとかね、突然聞く人がいるんだけど、いや頭悪すぎるだろうってことです。ちょっと世間話しなくちゃいけないじゃないですか。ですからね、部下の方が最近ねお子さんが生まれたっていうんであれば、いや最近どうって、お前おむつ替えてんのとかね、奥さん大変だろとか、ちょっと最近残業多いみたいだけどさ、なんか早く帰ってね行かなくちゃいけないんじゃないのとか、あとこの前ちょっと風邪ひいてたけど大丈夫だったりとか、そういうのって、ね、聞かなくちゃいけないですね。だからこう雑談するために当然上司と部下だったら部下の状況をちゃんと把握しておかないといけないですよ。まず1つ目はいきなりヒアリングでした。では2つ目は何かと言いますと、2つ目は感想を言わない。これね意外とありますよね。私の講義だったらこちらね概要欄に書いてある絶対達成プライム、この絶対達成プライムっていうのは私が過去に出した膨大な教材 DVD とかが全部見放題聞き放題になってるんですね。そこでもコミュニケーション力アップのための DVD 教材があります。ですので、まあ、もしね絶対達成プライム会員の方であれば、まあ、必ずチェックしていただきたいんですけど、そこでもね喋っています。
感想を言わないっていうのはどういうことか。例えばお客様がね、いらっしゃいました。で、私は車を販売する、販売員だとします。で、こういろいろ話をしていく中で、お客様がこう答えたとしますね。いや、最近子供が実はね生まれたんで、今乗ってる車よりももう少し大きな車を買えようと思って、で今日やってきたんですって言って、ああそうなんですね、色は何色がいいんですかって、これはまずいですよね。ああそうなんですね、ご予算はおいくらぐらいですかとか、そんな質問したらまずいじゃないですか。だから最近子供が生まれたっていうんだから、それに対する感想とかなんかあった方がいいですよね。で、最近ね、子供が生まれたんで、まあ今の車だと手狭なんで、やっぱりもうちょっと大きな車にしようかなと思ったんですよ。あ、そうなんですか、おめでとうございますって、これ必要でしょ。男の子だったんですか、女の子だったんですかとか、最近生まれたって言って先週ですか先月ですかとか、でこう掘り下げていく質問って必要ですよね。いや実は女の子で、まあ2週間前に生まれたんですよ。いやー可愛いですよねって、私はちょっと子供はいないんですけど、うちの同僚でね、実は最近子供生まれたっていう、そのいるんですけど、もういつもこのスマホのね、待ち受け画面子供の写真で、で毎日毎日この写真を変えるんですよ、見て見てって言われるんですけど、やっぱり可愛いもんですかとかね、こう話膨らませないと、バン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 質問してしまうと、これね、質問っていうか尋問っぽくなっていくんですね。ですからこちらが質問して相手はね返してくれたんだったら、やっぱりそれに対する何らかの感想であったりとか意見であったりとかね、ちょっとしたことを、まあ、返す、で 1,2 回キャッチボールするっていうことが基本です。この質問しなくちゃいけない、この質問しなくちゃいけない、この質問しなくちゃいけないって、そんなことやったらねいけないに決まっています。2つ目は感想を言わないでした。では3つ目は何かと言いますと、聞きたいことを聞くというやつですね。これね、ものすごく多いですよ。上司と部下の関係の時はね、特に多いですよね。例えば営業だとどうなるかって言いますね。今どのような車に乗ってるんですかと聞いたとしますよね。で、そしたら、あ、今は三菱のランサー乗ってるんです。あ、三菱のランサーなんですね。ランサーのどのタイプなんですか。あ、ランサーのこういうタイプなんですよ。あ、ランサーのそういうタイプなんですね。エンジンってこういう感じでしたっけ。あ、そうですね、多分エンジンはこういう風でしたね。排気量ってこうですよね。そうですそうです、排気量こうですね。何年式なんですか。私が買ったのは確か何年前の何々なんですよ。あ、そうなんですか。それってどこのディーラーで買ったんですか。あ、三菱のあそこのディーラーです。 あそこですか。あそこで誰が対応でされてました。これって何の質問だってことになるじゃないですか。聞きたいんですよ。例えば三菱のランサーが、例えば自分が好きだとしますね。で、私はホンダだとするじゃないですか。で、やっぱりね、ホンダの中の、しかもこの車とかこの車とかこの車の、しかもこのグレード売りたいってあるじゃないですか。だって営業なんだから、何らかの形でこう誘導していくってことがありますよね。ですから質問するって言っても、だからめちゃくちゃ質問するんじゃなくて、いろんな質問をしながら戦略的にこっち側にこっち側に持っていくっていうことはとても重要なんですよ。当たり前ですよね、営業してるんだから。これ上司と部下の関係でもそうですよ。ですので部下に対して、最近どう、これどうなの、あれどうなのっていうふうに聞く人がいるんですよ。で、今売ってるもん何なのとか、そのお客さんってどういう反応してたとかね、残業ってどうなのとか、最近どういう仕事でね時間食ってんのとかね、いろいろ聞いてもいいんですけど、結局それって何なの。その部下をモチベートしたいのか、部下がなんか抱えてる問題があってそれに気づいてもらいたいのかじゃなくって、なんか部下に対して聞きたいことがあると、で単純に好奇心があるからとか、なんか気になってる、なんかこっちとしてはなんか何やってんのかなと思って聞いてると、問題解決につながらないような質問をする人っていっぱいいるんですよ。これね、非常に多いですよ。ですので、なんか興味があるから質問するっていうのは、雑談ならいいですよ。飲み会であったりとか、それは奥さんであったり旦那さんに対して子供に対しても、そのなんか単なる表面的なコミュニケーションだったらいいんですけど、何らかの意図があっての質問だったら、この3つ目の聞きたいことを聞くっていうのはちょっとおかしいですよ。まあ今回のタイトルである頭が悪いな本当思います。で、結局聞かれた方っていうのは何だったんだって思うわけですよ。この質問って一体何だったんだっていう感じになっちゃうわけですね。ですから3つ目の聞きたいことを聞くっていうのは、もうそれはね絶対にダメだ。だから必ず準備しておくってことはもちろん重要です。ですからこのお客様が来たと、大体こういうお客様が来たら、これとこれとこれっていうのは質問しなくちゃいけない。で、やっぱり枝葉
場に、ね、なっていったら、まあ、ある程度話を膨らませておいてもう一回幹のところに戻していかなくちゃいけないっていうのは分かるわけですよ。質問しながらこっちはねコントロールしていかなくちゃいけない、コミュニケーションをねコントロール主導権握っていかなくちゃいけない。ですからそこはねわきまえていかないと、お客様とかね部下が一体何の質問だったんだ、意味わかんないみたいな感じになっちゃうんですね。ですからこちらが誘導したくてもうまく誘導できないってことになりますので、戦略的なヒアリングをするってことがとても重要です。4つ目は正直に長い時間かかりますよっていうってことですね。正直に長い時間かかりますよって、これどういうことかっていうと、ちょっと質問してもよろしいでしょうかって言いますね。だいたい25分ぐらいかかります、質問はですね18ぐらいあるでよろしいでしょうかって言ったら、いや25分 18、 いやもうちょっと短くできないんですかったりとか、もうちょっと時間ないんでね言われちゃったりするじゃないですか。だいたい質問される側っていうのはあんまり嬉しくないんですよ。質問してくださいしてくださいってそんなこと言う人っていると思いますかってことですよね。ですから質問っていうのはどちらかというとこっち都合なので、できる限り相手に負荷をね与えないような感じで言わないといけない。だから結局は15とか18とか20ぐらいに質問するかもしれないし、25分とか30分とか35分に質問するかもしれないんだけど、それを最初から正直に言うっていうのはちょっとね頭が悪いですよ。ちょっとまあいわゆるバカ正直っていう感じですね。だからもうちょっと 2,30 分かかっちゃうんですけどよろしいでしょうかね、こんなこと言っちゃダメに決まってます。ですから上トークっていうのがあるわけですね。これを言い分はペニーと言います。1ペニーでもいいからというね、こういうテクニックがあるんですね。ですからヒアリングする前にこう質問する上トークっていうのは何か、皆さんも絶対にしてます。それは何かっていうと、1つ2つ質問してもよろしいですかっていうやつです。ちょっと 2,3 分お時間いただいてもよろしいですかってやつですね。 2,3 分なはずないですよ。1つ2つの質問で終わるわけないですよ。だけどこれはご挨拶と同じなんで、ああいいですよっていうわけです。これを正直に、まあ、10個とか15個ぐらいになるんですけどよろしいですかって言っちゃうと、えってなるじゃないですか。本当はいいんだけど最初に言われちゃうとハードルがすごく高くなっちゃうんで、よろしくないんですよ。だからこれ一つのヒアリングテクニックですから、言い分はペニーというね。ですのでこれは必ず覚えておいてください。みんな知ってますから。なのでちょっと一つずつとかね、 2,3 質問してもよろしいですか、 2,3 分よろしいですかって言うんです。いや 2,3 分じゃないんだけどとかね、あえてね、その 2,3 分じゃないんだけどってね、そんな風に思わなくてもいいし、嘘ついたとかね思わなくてもいいということです。最後5つ目は何かっていうと、ビッグワードを使わないってですね、質問にビッグなワードを使わないということですね。これが5つ目ですね。ビッグワードって何かですね。例えば営業っていうのはビッグワードですね。でも営業にはいろんな種類がある。不動産の営業であったり、医療の関係の営業であったり、印刷関係の営業とかね、いろんな営業があるわけですよ。で、いろんなスタイルもありますよね。例えば御用聞きの営業とかね、ルート型の営業、案件型の営業、ソリューション営業、問題解決型の営業、提案営業とかね、いろんな言い方があるわけですよ。ですからそれはどちらかというとスモールワードになってきます。ですからビッグワードがあって、でスモールワードで、さらにスモールってなっていくっていうですね。つまりとても抽象的、そして具体的、とても具体的、もっと具体的っていうことです。ですのでビッグワードで、聞いていると話ね膨らまないんですよ。ですから車の営業で言うと、例えば軽自動車がいいですか、普通自動車がいいですかって、非常にビッグな感じですね。あ、普通自動車がいいですって言われたら、あ、じゃあ軽自動車じゃなくて普通自動車がいいっていうことですね。かしこまりました。では続いてワンボックスタイプがいいですか、それともクーペのタイプがいいですか、あと SUV みたいなタイプがいいですか、これも非常にビッグな感じですね。そうですね、私はまあどちらかというとセダンみたいなものがいいです。あ、セダンなんですね。じゃあセダンの普通自動車ということですね。色は何色がいいでしょうか。あ、色はですね、まあ、白がいいですね。あ、白なんですね。かしこまりました。あとお値段はだいたいどれぐらいがよろしいでしょうか。まあ、値段はだいたい250万から300万円、これぐらい予算と考えています。あ、かしこまりました。250万円から300万円250万円から300万円で白いセダンで普通自動車でよろしいですね。軽自動車じゃなくて、まあ普通のという感じですねと。あ、そうなんですってお客様が言ったら、じゃあそういう車があるかどうかちょっと見てきますのでって言っちゃうと、めっちゃあるじゃないですか。
軽自動車以外のね、まあ普通自動車って言っちゃうとあれなんですけど、あの普通のタイプの軽自動車以外の普通の自動車っていう感じで私行ったんですけどね。で、そのセダンタイプ、つまりスポーツクーペでもないし SUV でもワンボックスでもない、セダンタイプでっていうんであればそんな のいくらでもあるってことですね。ですからもっと掘り下げなくちゃいけないってことですね。セダンって言ったっていくらでもあるわけですよ。高級車なのか、それともエコに優しい車であったり、セダンであったとしても走りを重視にしていたり、もしくは乗り心地を重視にしていたりとか、あとね、小さいお子さんが乗ってもいいような感じにできてる車であったり、あとはそうですね、経営者に向いたお車であったり、ゴルフが好きだ、そうするとトランクスペースがね結構あった方がいいじゃないですか。だからいろいろこう質問していく、掘り下げていくと、そうするとまあセダンよりもどちらかというとこのワゴンタイプの方がいいかもしれませんねってこう提案することができますよね。ワゴンタイプの方がいいですか。だってお話を聞いていると、小学生のお子さんが2人いるというお話でしたの でしかも趣味が釣りであったりとか山登りっていうお話でしたから、海にもよく行くっていうことですので、やっぱり荷物はねたくさん詰めた方がいいんじゃないかなと思います。で、週末はそういう風に使われるっていうことだったんですけど、普段は奥様が買い物であったりとか、ちょっとお友達に会うぐらいに使うっていうお話でしたので、まあ、取り回しがいいというか、まあ、あまりスポーツタイプじゃない方がいいと思うんですよ。なのでこのようなツーリングワゴンっていうかね、こういったタイプの、まあ、かっこよくってでも乗り心地がよくって、であんまり大きくない、女性が普通に運転しても取り回しがいい、でも荷物すごく乗ると、で結構ねこれ海とかに行ってでもデコボコ道行っても走破性が高いんでいいんですよ。こういったお車はどうですかってこう具体的に言えるじゃないですか。さっきの白くって軽自動車じゃなくってセダンで、まあ大体250万から300万って言ったらもういくらでもありますよね。ですのでビッグワードだけの質問をしないということが5つ目だということです。もう一回おさらいしていきましょう。1つ目はいきなりヒアリング、2つ目は感想を言わない、3つ目は聞きたいことを聞く、4つ目が長い時間かかると正直に言う、5つ目がビッグワードの質問ばかりでした。まあこれ以外にもね、いろいろやっちゃいけないことってあるわけなんですけど、まあここからはね少し宣伝ですけども、私ねセールストークの基本っていう書籍出してます。でこの中にねもちろん質問力っていうのはかなりのページを割いて、書いています。まあ、交渉力であったり説得力であったりクロージングスキルであったり、まあ、いろんなね、営業トークのことが書いてあります。もちろんねこのやり方っていうのは上司が部下に対して、あと奥様に対して旦那様に対してとか、まあ、いろんな方に対してコミュニケーションを取るときに非常に役に立つので、この書籍の URL も貼っておきますのでぜひ参考にしていただけると嬉しいです。こちらの余罪管理大学、皆さん入学していただきたいと思います。入学方法はとても簡単です。 YouTube チャンネルに登録するだけ。この動画参考になった、気に入ったっていう方はぜひいいね、高評価ボタンもよろしくお願いします。また皆さんお会いしましょう。本日はありがとうございました。